ひまわりヒヨドりは、菊花の植物である。熱帯アメリカ原産で、日本では外来種として定着している。北アメリカ南部からメキシコや西インド諸島に分布する。アフリカ西部、熱帯アジア、オーストラリアに移入分布する。畑、道端、果樹園、川岸、牧草地、市街地など拡乱された環境に生息する。 高さ3から7メートルの大型の低木状の草本。泡紫色、単性色、白色の直径3センチメートルほどの登場花を咲かせる。葉は耐性で、巨子園、三角上乱形で先が尖る。日本では1980年に石垣島で初めて確認され、現在は沖縄本島にも定着している。アレロパシー作用を持つため、他の植物を駆逐し、 農作物にも被害を与えている。刈り取りによる駆除が行われているが、繁殖力が強く、根茎から再生してしまう。また、生産する種子の量も非常に多い。海外では繁殖力の強さからトリフィドと呼ばれるほどである。外来生物法により、要注意外来生物に指定されている。また、世界の侵略的外来シワースト100に選定されている。 A.B. 滝康彦、財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日、ISBN 978から4から582542417。ありがとうございます。